こんにちは。本日の動画は、こちら。トイレットペーパーです。そう、皆さんの日常の疑問。何周巻けばトイレットペーパーは、太陽一周の長さになるの？去年私は、地球一周の長さは、どのくらい巻けばいいのかを調べました。結果は、約40万回巻けばよくて、その時のトイレットペーパーの直径は、約64メートルになりました。たった64メートルか、もっといけるなぁ。そう思ったので、今回は太陽一周を調べます。ちょうど皆さんも気になってた頃だと思います。ですよね。ではグッドボタンお願いします。今回も、使用するトイレットペーパーは前回と同じ50メートル巻きで、厚さは 0.08 ミリメートルのものです。太陽の外周は、地球の約109倍もあります。トイレットペーパーはどのくらい必要か、非常に気になります。では巻いていこう。今回は、太陽を一周するまでの間に、月、火星、水星、木星、金星、土星、地球、これらを一周した時の長さなども見ていきます。おのおのの外周の長さはこんな感じ。太陽が圧倒的に大きいです。50メートル巻きのトイレットペーパーに換算したら何個になるのかも見ていきましょう。地道にやっていると長いので急ぎましょう。お、20万回巻いたら月一周の長さになりました。トイレットペーパーは約22万個消費しましたね。いろんな惑星と比べれるように残しておきましょう。次は水性トイレットペーパーができました。トイレットペーパーは水に溶けます。どんどん行きましょう。火星です。巻いた数はもうすぐ30万回に到達しますね。次は、金星です。見てください。光っています。地球ですね。ようやく前回の長さに追いつきました。トイレットペーパーは80万個以上消費したようです。次は大きいですね。トイレットペーパーの直径も100メートルを超えます。土星ですね。123万回巻きました。50メートル巻きに換算すると750万個を超え、規模が大きくなってきたぞ。いいねー。木星です。木星なので、見た目は木星にしました。これで、月火水木金土が揃いましたね。でも、日曜日まではまだまだです。あと、394万キロメートルもあります。こういう時は、早送りです。ついに、トイレットペーパーが、スカイツリーを超えます。太陽一周しました。見てください。421万回巻いて、直径は677メートルにもなりました。惑星の大きさは全然違うのに、巻いた大きさだとそんなに変わらないですね。50メートル巻きに換算すると、約8760万個です。これがどれだけの量かというと、日本人が5日間で消費するトイレットペーパーの数です。お前ら、お尻拭くの好きだな。